このスマ。東西東西、隅から隅までズズズイッとご注目。いよー。見なきゃ損だよ。しんどんやのお通りだ。みなみなさま、とくとご覧あれ。大盛り上がりね。これだけ注目されると気分がいいわ。それ、花鳥風月。楽しむのもいいけど、本来の目的を忘れないでよ。大江戸の情報を集めるのが目的なんだから。分かっていますよ。アクアは忘れているようですが。え？ありがとう、ありがとう。大江戸の街は本当にお客さんが温かいわね。気分もいいし、歌も披露しちゃおうかしら。アクアさん、本物のチンドン屋みたいになってる。楽しそうなチンドン屋ですね。屋号は何とおっしゃるんですか？屋号？そんなの考えてなかったよ。そこで見てるカズマくん、何か考えて。は？今、なんて言ったの？パンツだ。クリスといえばって感じだろ。何言ってるのさ、私は被害者だよ。パンツとは一体？そうか、江戸時代にはパンツはないか。ふんどし団とでも言い換えて。言い換えなくていい。そんな名前は却下だよ。このスマ。聞き間違いかな。今なんて言った？パンツ脱がせマダン。クリスにふさわしい名前だろ。それはカズマくんの異名でしょ。毎回毎回スティールしたりして。大江戸ではスティール禁止。もしやったらわかるよね。ごめんなさい。わかればいいんだよ。ほら、そんなに怯えないで。カズマくんにはこれくらい脅さないとわかってもらえないと思って。半分冗談だから。さ、大江戸を満喫しよう。半分は本気ってことか。大江戸でのクリスは怒らせないでおこう。このスマッ。